持ち必要としてる状態としてない状態っていうことやから、どっちかっていうと装飾つけたりとか待ってたりとかしてサックスとピアノがやってるみたいな感じで、僕のしか見てない場合って、僕は割とピアノってやるときに伴奏するタイプなので、僕のは一般的じゃないですよ、どっちかって言ったら。一般的にはピアノソロがこの編成の時に、どちらかっていうともうピアノがソロになることが多いですね。ほんで一方ギターは待ってる状態が多いかな、の方が一般的かな。僕のの方が一般的じゃないですね。ほんでそれでも弾きたいから弾くっていう選択があるから、その時にさすがにベースラインらしきものが左手で流れてると、ベースラインはしたらあかんわなでもまあ状況としてはギターが弦楽器でベースをやってるって気づいたら、ピアノは退いベースラインは退いた方が気遣いとしてはいいかな。でもどっちが正しいってわけでもないんでね。でそれはあれですよね、関係性によって、お前私の後ろで弾いたやろベースっていう立場なのかすいません私弾いてましたってピアノ側なのかは、その関係もあるけど、高井がなんとなくそこら辺をはっきりさせずにずるっと言ってるからこのずるっとしたちょっとかぶってるサウンドがちょっと気付くまで長時間長すぎるような、どっちかが早くやめるとか しないとあかんよね。でね、とにかくね、こうピアノとギターが両方弾くっていうのは結構難しいんですよ。ほんでどちらかっていうと、どっちもそのノウハウがいるかな、どっちもそのノウハウが回避するノウハウとシステムのあるあるみたいなのを知る必要がありますよね。同じことを弾いててもぶつからんといけるでっていう人と、かなりぶつかってないことやってるのにぶつかってるでっていう人とあるんですよ。これはもうね、経験値が浅ければ浅いほど、ちょっとでもおかしい要因があったらそこが花開くんですよ。でそれが経験値が足らないんですよ。だからこういう時にぼわついたまま行ってまうっていう状態ですね。それはね、少なくともベースでパターンを、ベースの左手を、まあそのピアノソロになれへんとしてよ、今日一緒に演奏するっていう機会を持つ方向のコンセプトで演奏してるとしたならば、ピアニストは左手でベースの伴奏をするのはベターではない、ではないね、そのいろんな意味からして。弾くってなるとオルガンとかでベースを弾く感じとしての位置っていうこと でコードは弾いてないっていう状態になる感じ系になるから、その場合ってオルガンの演奏におけるギターの位置みたいな感じで、バンドの中でチャッチャって入れるっていうやつが妥当かなと思うけど、これはもう臨機応変にフレキシブルに状況を判断して、でどっちが正しいってわけじゃないので、それはこううまくこう回避する必要がありますね。でいずれにしても状況の変化と問題が起こった時の察知の時間が長すぎるね。だいぶしてから気付くもんな、大体で半コーラスぐらいそれで言ったりするもんな。それは僕の感覚からするとマックス2小節やろ、それまでに判断しろって感じやけどね。ワンコーラス近く行く時あるもんね。でそれでいて、何やったらソロがワンコーラスしかなかったりしたりして、もうおめえ返上するコーナーがないっていう、ぼわついたソロので終わったっていう。それはでもまあええとこですね。そういう時にどうしたらいいかですね。ミキ姉さんもそれを考えてギターの人がバッキングをしてくれるかもしれん、もしくは仕上がるかもしれん、どっちでもええわ。でその時にベースラインとか弾き腐るかもしれん、ベースラインを弾いていただけるかもしれん。これはもう一人って感じ方それぞれなんですけど、どれでした、どれです、弾いていただければそれで、あんまり私は聞いてないけどみたいな勝手にどうぞみたいなとそっちの方、弾く方の選択肢にこうのりしろ、遊びを置いとくんであれば、まずピアノ側は左手でベースラインは弾かない方がいいですね。でさっきも言ったように演奏するときにこう編成が足らないときにドラムやベースやピアノなどの
あのやるべきバックサポートの部分っていうのを一人でやろうとする形を引いてしまいがちになるんですけど、これはかえって逆効果で、せっかくやからそれをせえへんという、僕がねベースラインを引いてあのパカシブに引くっていうのは特殊なんで、それらを一周期してあえてやってるスタイルなので、そのそれらとみんながやろうとしてるあのパターンを刻むっていうのは同系統の位置にはないですよ。だから一般的な論理からね、あの定説からすれば、一応ギターがバッキングする可能性が高いと見て、でそこのゆとりを開けとくためにそれは弾かないっていう感じですね。でギターはギターで、その音圧音色音域などをうまく使ってガッチャンしないような弾き方とテンプレートを持たなければならないから、そう簡単に気遣いの意識があったからといって、なんやったら組木姉さんが左手で伴奏してバリバリしてる方、一人完結でしてる方が、三石さんが要領のいいバッキングするよりも絵的には安定するかもしれんっていうオチもあるでしょ。でそういうこともあるので、でもせっかく弾くで書いて弾きにくくするとかねいうこともあるんですけど、まあそういうことを踏まえてこう勉強してる人たちは挑戦して歩み寄るという感じですね。まあ基本的には自己意思を表現するんだけど、相手の意思も尊重するみたいな、このありえないなんか法則性としてありえないですよね。自分の主張はするんやけど相手の意思も尊重するっていうんでしょ。そうなんてパラドックスやから本当はないんですけど、これが見事にいけたように聞こえるのが演奏やからね、うん、互いが辛抱してないのに成立してるで、喧嘩になれへんでっていうのが、でそういう風なを目指さなあかんから、それは難しい、ほんまに難しい、そう簡単にできへん。それは一個ずつ、さっきのブレイクとかそういう演出がありますよとかで、ベースラインは裏を強調しないとダメですよ、それはただし一人でピアノがコード弾いてない時にはなとか、そういう助言がまたあるんですよ。でそんなんがいっぱい絡むから、意外とそれを知ったからといって、ベースとドラムが普通に演奏してる時に左手がなんぼバッキングがそんなバッキングしてもブレイク演出は聞こえないですね。ベースとドラムがロクタとマサヤンが普通に何にも察知せず弾き続けてる場合は、それやってもあまり効果がないよねとかいうのがあるから、まあその場合はちゃうやつをせなあかんんですけどね。お疲れ様でした。また2人が入れ替わって。